ズうずーしいやつは、柴田連三郎作の日本の小説。また、これを原作とした、映画、テレビドラマ。小説は1950年代後半に、週刊読売に連載された。戦時中から、終戦直後を舞台とし、作者、柴田の詩小説的要素も含まれているという。主人公、とたぎり人は、岡山県出身。馬小屋で産声を上げたことから、 イエス・キリストをもじって、節人と命名された。極貧の中で育ったキレニンだが生まれ持った、ずうずしさで世を渡り歩き、立身出世を夢見るようになる。そんな中、キレニンは、旧岡山城主、伊勢だけの後取り息子、直政と出会う。1961年に、小竹配給で、第一作が制作された。白黒映画。主人公、 キレヒト役の杉浦直樹は、東映版映画及びテレビドラマでは、直政役を演じている。キャストスタッフ1964年公開。松竹と同名タイトルで東映で制作、配給された。カラー作品。瀬川昌司監督。口日するテレビドラマがヒットして制作された。谷啓の初主演映画で、谷はテレビドラマでは主題歌を歌っており、 ここからの抜擢であった。小竹版に主演した杉浦直樹は、直政役で出演している。制作経緯企画は、当時の東映東京撮影所所長、岡田茂。岡田は、同所長時代にギャング路線やクザ路線、文芸路線など、次々に新規軸を打ち出し、続いて、東京撮影所にも喜劇路線を施行と、谷慶の主演作を企画し、 渡辺プロダクション社長、渡辺進と交渉した。1962年の日本無責任時代を大当たりさせた渡辺は、次にクレイジーキャッツのメンバーを、花はじめ松竹、谷慶東栄、犬塚博大栄、植木東東方と、それぞれバラで売り出す、青写真をもくろみ、捨てを頼り、松竹、木戸志郎、大栄、永田正一、東栄、 岡田茂という各社トップとの直談判を計画していた。岡田はすでに厚み清を起用し、新しい動向を探っていたが、岡田は谷啓も非常にかい厚みと違ったキャラクターで売り出したいと考え、この点では両者の思惑は一致した。しかし渡辺が企画のクレジットに自分の名前を入れてほしいと必要に迫ったため、岡田は企画は私がやります。 私の名前を入れますと突っぱねたが、主テ手ダの交渉劇の末、企画のクレジットに渡辺の名前は入れない。しかし、企画料という名目で谷のギャラの3割を渡辺プロに払うというスタイルで商談が成立した。監督は岡田が登用した、瀬川昌二。瀬川は直前まで学習院の一年先輩、三島幸夫から許可を取り、三島の愛の失踪の映画化を企画していたが、 文芸路線が縮小され突如企画が流れ、ズうずーしい奴が回ってきたと話している。谷の公演もあって、ズうずーしい奴は大ヒットし、続編が制作された。この後、東映では、任教映画が幅を利かすためか、谷の主演映画は、ズうずーしい奴に作品以外では、必勝法シリーズしか東映では作られていない。 ナオマサヤクの杉浦直樹は小畜を退社した1962年以降は1960年代は東映映画に多数出演している。同時上映は柴良太郎原作、大川橋蔵主演、加藤康史監督の風の武士で興業も安定した成績を上げた。キャストスタッフ東映制作で同年公開されたズーズーしい奴の続編。カラー作品。監督。 瀬川翔二、主演、谷慶以下、佐久間良子、長戸博之、杉浦直樹、何は千恵子が同じ役で出演する。また、作者の柴田と作家の水上つも出演している。キャストスタッフ1963年6月3日から同年9月9日まで TBS にて毎週月曜22時から1時間枠にて放映された。全15回。 大英テレビ出制作。最高視聴率は1963年8月5日と九月9日、放送の45.1%。主演には大英でしょい、欧米俳優だった丸井太郎が抜擢された。丸井はこの作品で人気を博するが、その後は作品に恵まれず、1967年に自殺した。CS 放送の日本映画専門チャンネルでは、 2005年と2006年に放送された。他1970年代に横山正道の作画による漫画が週刊漫画上に連載された。2020年にベストフィールドより全15話が収録された DVD ボックスが発売されている。これが初のソフト化である。ありがとうございます。